はい、それでは帝国になりましたので始めたいと思います。今日は、えー、東京財団のアベル寛之さんにお越しいただいております。アベルさんは早稲田大学卒業された後、モスクワの国際関係大学の大学院に留学されたマ、まあ、キエの、えー、ロシアウォッチャーなんですが、えー、まあこの10年ぐらいですかね、あの、えー、エネルギーの地政学っていうか、まあユーラシアの地政学とエネルギーっていうフィルターを通している、まあそういうことも。 やっっていらししゃま今回のウクライナ問題、アメリカとロシア、そこにエネルギー、天然ガスの話、いろいろ絡んでくるわけで、そのあたりも踏まえてお話しいただきたいと思います。とりあえず、ベルさんにお話しいただいて、そのあ今回の問題っていうのは、中ロの接近、あるいはそれの日本に対するインプリケーションとか、いろんな問題があるので、そのあたりはまた質問に答えていただく形で。 展開したと、はい。あ、ご紹介ありがとうございます。ご紹介いただきました、東京財団のアベルでございます。えっ、ー、とですね。今日はですね。そのいや、私もこのウクライナウクライナの危機って何なんだと。だかいろんな現象はいろんなところでいろんな形で出てくるわけですけども、そもそもな危機危機の危機の何が危機なんだというところをですね。これずっと実は考えてまして。 そのまあ、いろんな形でいろんな人だっていろんな話を聞く中でなんとなくです、ね、おぼろげながらこの危機の形のようなものがです、ね、見えてきたと思っている今日この頃でして、えー、今日はそんなお話をまずさせていただきたいと思っております,でです、ね、まずウクライナの危機っていうのはそもそも3つあるわけですよね。 つあるまずはいわゆるこのおマイダン、ユーロマイダン広場でですね、デモが起こり、最終的にヤヌコビッチ政権がです、ねえー、倒されるというこのプロセス、これはだから、え去年の11月の末ぐらいから始まり、ことしのです、ね、2月の22日、 に政権が倒れ最終的に新しい暫定政権がですね27日に誕生するとこのプロセスだったわけですね。で次に起こったのがその後起こったのが実はクリミアの危機ですつまりロシアのですね特殊部隊がクリミア半島にですね一気に入っていき主要施設政府の施設その他をですね占拠し最終的にこのクリミアをですね ロシアに編入をするというこのプロセスこれがクリミアの危機でありますそして最後これはまさに現在,中現在進行中の危機が要するにウクライナ東部のですね危機でありますこれはその4月のですね、まあ、6日あたりからいわゆるですねあのウクライナ東部の新ロシア派の武装勢力の人たちがやはりい ウクライナのです、ね、東部のハリコフあるいはドネツクルガンスクといった主要、ね、都市の施設をやはり占拠し独立宣言のようなものをしですねでそれに対してウクライナの暫定政権がですねいやそれ彼らを要するにテロリストであると。 いう位置づけをして要するに対テロ作戦という形でこれを相当するというオペレーションを開始するも実はこの進路派の武装勢力の人たちもですね意外とその抵抗をするという形でいまだにですねこの 武力衝突がですい、ね、まだに続いて、すでに、えー、ある数字でやはり200人以上のですね死者がもうすでに出ているというこの危機であります、で実はですねこのそれぞれの危機は、ですね実はお互いにですね関連をしているんだと、つまり連鎖して、これそれぞれがですね起こっているんだと。 こういう風うに実は見た方がいいんじゃないか？というのが、実は私の意見でありますで、ちょっとですね。そこのところを具体的にですね。まず見ていきたいと思います。まずユーロ前段危機。なんですけども。まあ、これはですね。まあ、これ読んでいただければわかるんですが。まえ、あ、11月の初めあ末にですね。まあ、当時のヤヌコビッチ政権が。 当初、e、EU とのです、ね、統合を進めるというです、ね、プロセスを始めていたけれども途中でまあもう一度ロシアの側に戻ってしまって、えー、要するに EU つまり欧州とのです、ね、強い関係を望む市民たちがこれに立ち上がると、まあ、その中にはもちろんヤナコビ政権のです、ね、汚職に対してアンチ汚職と。 反汚職というデモも含まれていたんでしょうがそういう形で始まったあ要するにヤヌコビッチ政権に対する反政府のです、ね、キャンペーンデモがです、ね、最終的にもうあ,るある時期からです、ね、非常にその過激なです、ね、特にウクライナのです、ね、ナショナリストの過激な人たちがここに登場をし最終的に、えー そのいわゆるです、ね、スナイパーといわれる人がですね、登場しです、ねえー、ヤヌコブイッチ政権並びに、要するに市民です、ね、反政府の市民、野党グループのが双方にです、ね、死者が出るというような状況が2月のです、ね、18日、19日のあたりに発生をし、その状況に対して、欧州、特にドイツ、 フランス並びにポーランドのです、ね、外相と急遽ですねそのキエフに入りこの、まあ、クライシスまさにクライシスの状況だったわけですね当時でその状況に対してヤノコビッチ政権と当時の野党3党ですね野党3党を主要の野党3党をですね要するに双方が そのヤヌコビ政権を歩み寄らせる役割を果たしたのが実はロシアのプーチン大統領の,です、ね、その特使もそこに参加をしつまりロシア、えー、ドイツフランスポーランドというです、ね、ロシアと欧州がお互いに協力することで,です、ね、実は2月の21日にですね 事実上のお要するに暫定連立政権のようなものをですね作るとでその先にい要するに憲法2004年の憲法というのは実はかなり大統領権限をあの制限した憲法なわけですけれどもそれに復帰をするあるいはあ憲法を最終的にはその いろんなその地域のです、ね、利害を勘案するような憲法を改正をすると、それから大統領選を少なくとも2014年の末までにはやるというような形で合意を実はしていたんですよね、これは私、2.21合意って呼んでるわけですけれども、実は、もしです、ね、この2.21合意がです、ね、そのままあの履行をされていたらです、ね、あのその先の実は危機っていうのはなかったんだろうと。 思うんですよねところがそのこの2.21合意がですねまあなされた直後からですね実はこの特に野党の中のですねその主要三党ではないまあ過激なですね要するにナショナリストのですねあのグループまあ一番その有名なのが右派セクターと言われる。 人たちを含むです、ね、過激なナショナリストのグループがです、ね、そのヤヌコビッチ政権とのです、ね、要するに合意に、まあ、その同意をせずです、ね、そのまま武力で,です、ね、その大統領府を乗っ取るという形で、まあ、それに対してヤヌコビッチ大統領自身はです、ね、あの逃げてしまったということもあってですね その後、議会でのです、ね、いわゆる弾劾決議を経てちなみにこのどうやらこの弾劾決議の票数自体は憲法で規定されている票数に満たなかったようですがただ、そのままその弾劾が成立するという形で,です、ね、ヤヌコビッチ政権が倒壊をし 最終的にそれが 2, 2月22日ですよね、で2月の27日に新政権ができるというこのプロセスですね、で先ほど申し上げたとおり、もし2.15位というのがちゃんと履行されて、そのままその、いわゆる連立政権のようなです、ね、ものに移行できて、そのままできていたら、特にロシアとしてもですね、あの 例えばクリミアのですねあのいわゆる戦略的な利害つまりその国会艦隊ですね中流の問題であるとかそういうものに対して懸念を抱かずにそのままその今の当時のですねそのウクライナの政権と関係を継続できたであろうと。ところがそういうい形でその まさにこのです、ね、ナショナリストのです、ね、グループを含む違法、まあ、ロシアから言わせると違法な手続きで誕生した政権がここにできてしまったことでが逆にです、ね、このロシアのです、ね、クルミアへのです、ね、介入の引き金を引いてしまったということが一つであります。 でもう一つはそ、まさにそのことがその後のウクライナ東部のですね、えー、新ロシア派といわれる人たちのお活動にまたつながっていくということだったんだと思います。で、次にですね、じゃあ、このクリミアの危機っていうのはどう,だどういうものだったのかって見てみますと、ですね実はこのロシアの軍のです、ね、特殊部隊が、 このクリミアにです、ね、続々と入っていくのはまさにこの2月の27日、つまりウクライナの暫定政権がです、ね、誕生したその日なんですよね、そこれはまさに何ですかロシア側としてみたらウクライナの暫定政権がです、ね、最終的にどういう陣営になる、陣容になるかと、つまりメンバーになるかというのを見てたんだと思うんですよね。 まああまあ、そのヤネコビッチ政権が倒壊するというです、ね、そのプロセスを見ておそ、まあ、らくこうなるだろうというのは予測はしていたでしょうけどもおで結局です、ね、まあ、予想通りいわゆるナショナリストのです、ね、人たちを多数含む政権が誕生してしまったということでそれと同時にそのクリミアに特殊部隊がです、ね、続々と入っていくという事態が発生し でこの日です、ね、クリミア自治共和国議会がです、ね、5月25日に自治,自治権の拡大に関する住民投票の実施を発表するということを発表をしたわけです。で,です、ねその、ロシアがもしこのクリミアにです、ね、戦略的なインターレストがあるとしたらそれはもちろんのことこの国会艦隊のです、ね、問題なわけですよね。で えー、でこの国会艦隊のです、ね、利害を,を守るという意味ではです、ね、あるいは当時、ロシア側が言ったそのこのクリミアはです、ねまあ、過去の歴史的な経緯があってロシア系住民がつまり、ロシア系住民が約6割住んでいるとでそのロシア系住民の保護という名目も含めて えー、彼らはこの軍,軍の特殊部隊がです、ね、ここに入っていったわけですけどもただ彼らのです、ね、そういう利害をです、ね、ロシアの利害を守るという意味では必ずしもクリミアは編、ね、入する必要があったのかどうなのかというのはこれは実は疑問議論が分かれるところで、えー、その証拠にです、ね、ここにあるように自治権当初はです、ね、自治権の拡大を要求するというのが 当初のこのクリミア自治共和国政府がですね議会がですね取ったポジションだったわけですねでこのポジションはおそらくクレムリンロシアです、ね、大統領府も了解の上でのポジションだったんだと思いますでですね実際にですね実際に実はある時期までですねつまり3月4日5日この辺りまで プーチンもラブロフ外相もおークリミアを編入するっていうことはですね、考えてなかったとおた少なくとも表向きですね、その彼らの発言を見る限りそこまではその選択肢、まあ、もちろん選択肢の上にはあったでしょうけどもそれをおーそうではないんだということを言っていたわけですところがこの3月6日にですね あのその方向性が大きく変わって、クリミア自治政府がです、ね、住民投票の質問を自治権の拡大から今度はロシア連邦への編入に変えると、でまあ、大統領選の実施まで3月16日に変更するというふうに発表をするわけです。で、ここで,です、ね、大きな何かです、ね、その転換点、転換があったわけですね、クレムリンの中で。 でまあ、いずれにしてもその最終的にこの3月16日に、ね、住民投票が圧倒的多数で可決されで3月18日にロシア連邦はクリミアのロシア編入を宣言するという形の結果になったわけです。で実はこのクリミア危機まさにこのロシアがです、ね、クリミアを編入するといった場合に あの言われるのはまずやはりこの戦略的利害っていうことですよねを守るために実はやったんだと。でただ先ほど申し上げたとおりこの戦略的利害だけであればもしかしたらもしかしたらその自主権の拡大というプロセスを踏めばもしかしたら達成できたかもしれないと。 まあそれはただ、まあ、当時の自治要するにウクライナ暫定政権がちゃんとしたその交渉に足りうる相手であったかということももちろん考慮に入れなければいけませんがただです、ね、もしこの歴史的な背景というのを踏まえたでこで両方踏まえた上でえた上でこのクリミアの編入というところに踏み込んだのだとしたら。 それはまたちょっと解釈がです、ね、違ってくるんだろうということでありますで。これはどういうことかというとですね、これ、日本のですね、今の,その日本の政治シーンで言ったらですね、えー、その安倍総理の靖、ね、国参拝という問題がありますよね靖国参拝というのはまさにこの歴史問題なわけですね。 で実はこのウクライナのですねクリミアの問題というのはまさにロシアのでですすねね歴史問題なわけもともとこの18世紀後半に待つ、ね、ですよねガチェリーナ2世がですね、まあ、当時のトルコとですね要するに戦って最終的にこのクリミアを確保しあるいは今のですね ウクライナ東部を確保するというのが大体18世紀後半だったわけですよね18世紀末の出来事ですねちなみにその当時、まあ、クリミアクリミアですけどもウクライナ東部のことをその時何て言ったかというと要するに「ノボラシア」って「ノボラシア」って言ったわけですねつまり英語で言うと「ニュー・ラシア」っていう意味ですよね「ノボラシア」って当時,あの当時あの地域を呼んだわけですけども。 その,ただまあでその後、ですねその後その帝政ロシアはですねまあソ連邦になりそれでもですねこのでその時にこのノボラシアはそのソ連邦になった時にウクライナ当時のですねウクライナ共和国に移行をするわけですね。 ところがクリミアに関してはその後1954年当時のフルショフがですね総書記が共産党書記長ですね共産党書記長がクリミアをですねそのウクライナにプレゼントしてしまうという経緯がありそういう意味ではウク,ライナあそのクリミアがウクライナにですね なったの所有物になったのは1954年たった1954年のことであるとしかもさらにその後ソ連邦が崩壊してしまうというまあ歴史的なですねその2つのまあロシアから言うと間違いがありクリミアがウクライナの帰属になってしまったとでそういうこの歴史の間違いを正すんだとこれ歴史の間違いを正すんだと。 というのはまさにこのロシアの,です、ね、そのナショナリストの人たちがです、ねえー、非常に強くこれ昔から求めていたことなわけですよね。でそのも,しですねもしプーチン大統領がもちろん戦略的な背景戦略的な文脈の中でクリミアを何らかの形で確保するということは ああもちろんあったでしょうがそれプラス実はこの歴史問題歴史問題のカードというのをですね、えー、意識しながらもし切ったのだとするとおおこういう形のですねその編入という形に持ってったもしかしたら理由の一つというか大きな理由だったのかもしれません。で 歴史カードをです、ね、切るという時の一番の効用は何かというとそれはやはり国内政治への波及ということですよ、ね、つまり例えばそのまあ日本でいうとですね安倍総理が、えー、靖国に参拝をするということの国内政治的な意味はやはり安倍総理安倍政権安倍総理のお政治基盤であるとこの保守の保守層 の人たちの要請に応えるとういうことがあっただとするとやはりプーチン大統領の実はプーチン大統領の政治基盤もですね特にこの二期目つまり2011年12年にですね政権に復帰して以降は大きくこの保守層にですね政権基盤を大きく移していますのでそこのところのですね その保守層あるいはまあ一歩さらにそれ一歩踏み込んでしまうといわゆるナショナリストの人たちという形になっちゃうわけですけどもそこにですねそこの人たちの要請というのがですねやはりそのプーチン大統領の方にも相当おそらくあったんだろうとでそこはやはりもちろんそれだけではなくてもちろん戦略的な あの意味合いも含めてですね最終的にはそれを踏み込んだということだと思いますがこの歴史カードというのですねもし切ったというふうにここをですね解釈するとその後ですねプーチン大統領の支持率がですね一挙に83%というですね驚異的な数字にまで今、上がっているということのですねえ背景も理解できる。 だろうとうと思わけでありますただですねやはりこの歴史カードを切るというのは時にはやはりモルハの剣になる可能性があってもしですねこのロシアカード歴史,歴,史歴史カードを切ったことでですねこのロシア カードを切ってしかも先ほど申し上げたとおりロシアのナショナリストの人たちもこれ後で見ますけどもこのクリミア編入にはですね相当深く関わっていたわけで相当後押しをしていたわけで,でおそらくですねこれがですねこのロシアのですねナショナリズムにですね火をつけてしまったんじゃないかと。でそれがですねウクライナ東部のですね今の危機のですね もう一つの引き金を引いてしまったのではないかというふうに思うわけです。では、このウクライナ東部のです、ね、危機というのを見ていきたいと思うんですが、まあ、ウクライナ東部のです、ね、危機というのは、4月6日、先ほど申し上げたとおりですね、4月6日以降ですね、ウクライナ東部の主要都市で、です親、ね、ロハ武装勢力がどんどん占拠をして、それに対して、えー ウクライナの安定政権も大抵の戦争を宣言をするけども、まあ双,方ですね、双方、やは武力を持っているわけですよね。で、武力を行使し合うということで、まあ、お互いです、ね、傷つけ合ってまだ決着がつかないと、ただです、ね、やはりそういう状況の中で実は国際社会もです、ね、この状況をなんとかしようということで。 これまでもです、ね、あのいくつかの調停の取り組みを紛争解決の取り組みをやっています一つがこの4月17日のです、ねえー、アメリカ、EU、ロシア、ウクライナの外相が容者会談をやったらで結果、合意されたらジュネーブ合意ですね。で、要はです、ね、このジュネーブ合意の内容を見ると 結局、ほとんども本質的なところはあの2月の21日の2.21合意に大きくのその趣旨に大きく沿ったようなですね内容なわけですよね。まあ、もちろんあの政権が変わってちょっと変わってますのでその事情も変わってますのであれですけども基本的にやはすべての政治勢力がですね参加する形理解が勘案する形の 政権作りであるとか、あるいは憲法改正であるとかですね、まあ、そういう形の方向性を含んだこの調停案がその行われた、その、えー、調停案で合意されたわけですけれども、残念ながらその後も、ですねこのジュネーブ合意の後も、結局、武力の,です、ね、その行使は止まらないとなぜならば。 これウクライナ暫定政権側はです、ね、一貫して言い続けたのは今のウクライナ東部のです、ね、新ロシア派の人たちの背後で,です、ね、糸を引いているのはロシアなんだとロシアが彼らを焚きつけてです、ね、そのウクライナのです、ね、この東部をです、ね、混乱に陥れ最終的にはロシアはです、ね、このウクライナ東部をにまで,です、ね、要するに その軍を派遣してくるんだとつまりクリミアと同じようにです、ね、ウクライナ東部もです、ねえー、編入しようとしているんだとだからその今この、このウクライナ東部のお状況をです、ね、安定化させるためにはまず,何よりもまず何よりもロシアがこのウクライナ東部の新ロシア派のです、ね、人たちの支援をやめるべきだと。 あるいは影響力を行使して軍事的なです、ね、あの抵抗あるいは武器をです、ね、あの放棄させるべきだというのが実はウクライナ暫定政権と特に今のアメリカのオバマ政権が一貫して取ってきているです実はこれ未だにほとんど変わってないんですけどもお立場なんですね。でそれに対して 問題はですね、問題はことの本質というか、ここは結構重要だと思うんですけど、問題は本当にロシアがこのウクライナ東部のですね、いわゆる親ロシア派という言われる武装勢力の人たちをですね、要するに主導的、彼ら、ロシアが主導して彼らをですね、そのコントロールをして、今のこの状況をやってるのか、という問題に対しては、実は私は疑問符。 を持っていますでそれはどういうことかというとです、ね、実はこの,です、ね、その4月の24日にです、ね、このドネツクとルガンスクはです、ね、地域独立の是非を問う人民投票を5月1日に実施するとまず発表しているわけですねででその5月の2日にはです、ね、実はオデッサこれはウクライナ南部ですけどもにまでこの戦闘が拡大し少なくとも40人以上がこれ死亡をしています。 なんか、ですねこのビルの中にですねそのデモ隊、デモのですね、えー、人たち、つまりこれはウクライナ南部ですから、いわゆる暫定政権に反対するデ,デモ隊を、ですねそのビルの中に追い込んで、そこにですね火炎瓶を投げつけて焼死させてしまうという、ですね極めてあの悲惨なですね出来事が起きたわけですけれども、どうやらこの、 事件にもですねあの例の右派セクターが関わってたという可能性が濃厚であると今言われていますでそういう中でまさにですね今このジュネーブ合意が結ばれたけども全く状況が安定しないという中で実は動いたのがドイツだったわけですこの,です、ね、この2月あ5月の7日ですよね この欧州安保協力機構、OSCE の議長がです、ね、モスクワでプーチン大統領と会談してでこの OSCE がです、ね、4つの原則、つまり停戦まですると、武装解除すると、それからすべての利害関係者が参加するエンタ会議を作ると、とそして大統領選を実施するというこの4つのです、ね、原則に基づいた調停案をまあ準備すると、まあ、プーチン大統領に約束をするわけです。 でこれはどういうものだかというと、先ほど申し上げた2.21合意の趣旨を今の状況にモディファイして作ったのがジュネーブ合意である、ところがこのジュネーブ合意もなかなか履行されないと、それ最大の問題は何かというと、暫定政権側とこのウクライナ東部の人たちの要するに直接の対話が行われないっていうことが最大の問題なわけですね。 でその一要因は、彼ら、要するに暫定政権側が、ウクライナの,です、ね、この東部の親ロ派の人たちは、そもそもテロリストであるという、もう初めからその定義をしてますので、それはテロリストとは対話はしないというのが、ですねこれ、政治の原則ですので、そういう形になっているわけですでも実際の今の状況を見ると、これは単なるテロリストというよりはです、ね、 彼らをですしかもこのウクライナ東部のですね住民のかなりの人たちがこの動きをですね支持をしていると武装勢力だけではなくてという状況を考えるとですねこれは単なるテロリストの行為というよりはやはりこれは半ばですねもう国家のですね内戦状態にあるんだとういう認識をするのがあの普通はあの妥当であろうと。 思うわけけですけどもだとするとこれ内戦状態に陥った状況の打開をするにはです、ね、これはやはり武器を置いて要するに対話をまず始めるとそしてその最終的なお互いの利害を組み、ね、要するに調整した何かです、ね、その形の結論を出してそれを実行していくと履行していくとそういう形しかないわけですが。 なななかかかそこに向かわないとつまり、特にウクライナ暫定政権のですねこのウクライナ東部の人たちへの,このテロリストなんだというこの位置づけがですねこの当時は非常に大きい作用をしていたと思いますけども始まらないと。 ということで、まさにそこにです、ね、助け舟というかですすね、要するに補助船というかその助け舟を出してその状況を打開しようと思ったのがこの OSC 案なんですねでしかも実はこの裏で,です、ね、動いたのは実はあのドイツのシュ、ね、タインマイヤー外相と言われています。で、<laughs> なんでドイツがです、ね、こ,れでこれほどこの状況の打開に積極的であるかというとそれはもちろんロシアとのです、ね、大きな利害関係がドイツにはあるということが大きな背景にあると思います。これはまあエネルギーの問題であり経済の問題でありやはりアメリカと比べてです、ね、やはりドイツはロシアとのです、ね、関係をウクライナの問題でで,す、ね、できれば壊したくないと。 考えてますので、できればこの状況をです、ね、ウクライナ東部の今の状況を打開するためには何が必要かと、それはやはり直接対話であろうということで、この OSCE のです、ね、調停案を、まあ、その提示をして、特にこの円卓会議という、ですねこのプランを出してきたわけです。 でこれに対して、非常に興味深いのは、ですね実はプーチン大統領は、このウクライナ暫定政権とウクライナ東部の親ロ派勢力の直接対話の環境作りのために、ウクライナ国境に配置させているロシア軍撤収をまず命ずると、それと同時に、ここですよね、親ロ派勢力が5月11日に実施予定の地域独立の是非をぐる,ある住民投票の延期を実はここで要請をしているわけですよね。 もし今のです、ね、ウクライナ東部の,です、ねえー、この不安定な状況ロシアが積極的に仕掛けているのだとしたらです、ね、あのプーチン大統領はおそらくうこういう要請はしなかったでしょう。ところが面白いのは、ね、し,しかも そのプーチン大統領の要請をですね、実はこのウクライナの東部のですね、この親ロ派の人たちはですね、拒否してしまうんですね、この翌日拒否して結局、この住民投票を実施をし、えーまあ、圧倒的な多数を経てですね、まあ、ドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国というですね、まあ、要するに名称での独立宣言をここで。 ししてしまうとでさらにロシアへの編入を要請するというこの動きですよね。で普通に素直に考えるともしロシア側がそのウクライナ東部の人たちの状況をまずだからもしロシア側が今の ウクライナ東部のこの不安定化の一番の原因になってるんだとしたらおそらくこういう提案はしなかったもしそれがウクライナが不安定であるという状況がですねロシアにとって有利なものであるならばロシアはこういう提案はしなかったでしょうししかももしその暫定政権の人たちが言うようにこのウクライナの東部 の親ロシア派の人たちがロシアのコントロール下にあるのだとしたら、こういう形の、このウクライナ暫定政権、このウクライナ東部のですね親ロ派の人たちは、プーチン大統領のこの要請を、こういう形で断るということはなかったであろうと、素直に考えればですね、思うわけです。ところが、世の中にはあの必ずうがった見方をする。 人もいてですねモノジュークに対していや実はそのプーチンはですねその自分たちはウクライナ東部のこの動きとは関係ないということを、まあ、世界に示すためにわざと彼らにその要請を断るようにですね、えー、仕向けたんだというようなですね、まあ、解釈 をする人もあるわけですけれども、私は必ずしもその解釈は取りません、でこれは後であと、の、で、ー、理由は申し上げますけれども、取りませんで、そういう形でいずれにしてもです、ねまあ、こう独立宣言をしてしまうわけですね、まあ、それでもです、ね、この5月14日以降です、ね、実はこれ、3回、円卓会議が開催をされましたが。が もちろんのこと、結局、このドネツク人民共和国、ルガンスク人民共和国の代表は招待をされていません。で、まあ、結局ですね、その当初、ドイツがですね、目論んだ、目論んだのは、このウクライナ暫定政権と、 おこの進路派のですね、えー、勢力との直接対話だったわけですけれども、特に武力を持ってるですね人たちとの直接対話だったわけですけれども、結局それは実現しないまま、えー、最終的に大統領選に突入していくわけですけれども、ただそれでもですね実はロシア側は、 ロシア側は、ですねこういう、例えばクレミリンは、ですねこういうメッセージを出しています、これは5月の19日ですけれども、これはクレミリンのメッセージです、ウクライナ暫定政権のまず軍事オペレーションというのを早期に停止するよう、まあ、求めてるわけですね、これはロシア側は、一貫して実はウクライナ暫定政権の軍事オペレーションは止めるべきであると、要するに自国民に対してですね武力を行使するというのはやめるべきだと。 で要するにその問題があるんだったら要するに対話で解決をすべきであると、まあ、極めてその常識的なことを言ってるわけですが、まあ、とともにですねただこの連邦制を支持するつまりそのより権限をですね拡大を求めるウクライナの東部の人たちがですね えーまあ、このドネツク教育、ルガンスク教育の人たちは直接は参加しませんでしたが、このよりそのこの東部のです、ね、要するに高い自治権を求める人たちがですね、とウクライナ暫定政権が円卓会議で初めて接触したことに関しては、これはあの歓迎すべき第一歩だというふうに評価をし、 なおかつウクライナ国境に配置されているロシア軍の撤収を再度命ずると、これは大統領選目前ですので、再度命ずるという形で、明らかにプーチンはこのプロセスの中で、このウクライナの東部のこの緊張緩和をですねロシアとしてはできる範囲の中で、明確にその方向性を出して、この大統領選に 突入をすると、大統領選を迎えるということを実は、ロシアとしてはやっています。で、それでもですね、それでも実は、そのドネツク人民共和国とルガンツク人民共和国はです、ね、このプーチン大統領との思惑とはまたです、ね、違った形で、例えば5月の29日、つまり24日、つまり大統領選の前日ですよね。 にはこのノボラシア連合というですねこのドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国の連合体を創設するということで、えー、合意したというふうに発表するこのノボラシアというのは先ほど申し上げたとおりまさにこの歴史問題なわけですよね。あのウクライナの この地域は先ほど申し上げたとおりカチェリーナ2世の時代にオットマントルコからですね、えー、とのまあ戦争で勝利で奪ったこの地域でロシア当時の帝政ロシアがですね奪った地域でそこにまあロシア人とウクライナ人が定住を移住をして、えー、移住をしたとそういう地域で,しかそでその地域を当時ノボラシアと呼んだわけですよね。 でわざわざこのドネツク人民枠とルハンスク人民枠の連合体をノボラシアと連合と呼んだというのはまさに彼らがこの歴史問題を明確に意識をしそういう名称を使ったということなんだと思います。でそのまあ、いずれにしてもですねただそういう さわされながら5月25日でウクライナ大統領選が実施され当初の予定通りペトロ・ポロシェンコ候補が勝って大会で当選をするという形になったわけですね。で、その先ほど申し上げたとおり実はこのクリミア危機がですねの際にプーチンが歴史カードを切ったがために 歴史カードを切ったがためにこのウクライナ東部のですね危機が拡大をしたんじゃないかというまあ言ってみたら私は仮説を述べたわけですけどもそのそこの,ですねこの仮説をどう証明をしていくかということなんですが。 先にこのウクライナのですね、このドネツク人民共和国のですね、実はその主要な人謡、つまり首相並びにこの国防大臣というのは実はロシア人なんですね、ロシア人がその後、指名をされています。で、その… ウクライナ暫定政権、キエフ政権はです、ね、一貫して彼らの存在がそもそもこのウクライナ東部の不安定な状況の背後にロシアがいる証拠であるというふうにです、ねまあ、一貫して言っているわけです。でところがです、ね、まあ、この首相のアレクサンドル・ボロダイに任命された人あるいは国防大臣に任命されたイーゴリ・ストレルコフと。 いう人たちのこのバックグラウンドを見てみるとですね面白いのはこの例えばアレクサンドル・ボロダイっていう人はですねもうこれこれロシアをよく知ってる人ロシアで少しは勤務したことがある人はよく分かってるんですけどロシアにですねザーフトラっていう新聞があるんですねザーフトラって明日って意味なんですけどザーフトラって新聞があってザーフトラっていう新聞はものすごいそ極右の, <laughs> の新聞なわけですね で陰謀説なんかもいっぱい載ってる極右の新聞なんですけどもでこの実はこのボロダイっていう人はこのそれこそこのザフトランにもともと勤務しその後はです、ね、2000年代は PR 会社をですね自ら設立し選挙,アドバイ選挙のアドバイザーなんかをやっていた。でしかも この使用に任命される直前まではですねこのロシア政権の熱心なサポーターで知られるですねオリガルヒの人間の経営する投資会社のコンサルタントなんかを務めていてで彼自身に言わせると下のですねイーゴリ・ストレリコフの招きでウクライナ東部に来たと彼とは90年代からの知り合いだというんですねでここでポイントなのは実はこのボロダイ はですね、このセルゲイ・アクショノフというです、ね、当時クリ,です、ね、クリミアがロシアに編入される際のクリミアの自治政府のリーダー、トップだった人間彼の実はアドバイザーをクリミアでやっていたというふうに彼自身は証言しています。でもちろんロシア国籍です。ということはここに明確にそのこのクリミア からこのウクライナ東部へのつな、ね、がりというのが、まあ、はっきり見えるというのは確かに事実であります、でじゃあ、下のイーゴレ・ストレルコフの背景を見てみると、実は彼はです、ね、ウクライナの暫定政権はです、ね、一貫して彼,が彼はです、ね、このロシアの参謀、ね、本部情報局総局、つまりゲルグルの要するにオフィサーなんだと。 でウクライナの安定政権が一貫して言っているのは、実は今のウクライナ東部の不安定な住居を作り上げているのは、ロシア軍の特殊部隊というか、ですねつまりグルーの人たちなんだというふうに言って、まさにこのストレルコフはグルーの人間だと言っているわけですけど実はそのストレルコフ自身はです、ね、実はグルーではないんですね、グルーではなくて、実はです、ね、彼はロシアのフェイスベイ の人間で元タイテロ問題のの部門のです、ね、オフィサーをやってた人間だそうで,すでそのこれはですね実は私はこの私の理不尽でこのスレルコフと会ったことが何回か会ったことがあるっていう人がいてですねこれただ2000年代まだその初頭だったらしいですけど半ばぐらいだったらしいですけどもこのスレルコフはもう明確に フェイスベイのです、ね、タイトルオフィサーの経歴を持った人間で、えー、非常に彼もです、ね、非常なナショナリストというかです、ね、ウルトラナショナリストの考え方を持っている人間だったとでやっぱ彼いわくです、ね、実はやっぱ彼もクリミアから部隊を率いてウクライナ東部に入っていったとこれは本人言ってるわけですねでロシア国籍だとともに彼らはですねともにドネツク 人民共和国とルガンスク人民共和国のロシアの編入を支持をするということを言ってるわけです。で、問題はですね、で彼らをがですね、その彼らのバックに要するにクレムリンがいるのか、それとも彼らの単独プレーなのかということなんだと思うんですよね。で その先ほどの,ですねこのストレズコ,コフだけじゃなくてボロダイとも会ったことがあるというですね私の友人これはまあ新聞記者の人間なんですけどもロシアの大手新聞記者のそれこそ,そのいわゆる治安機関の,ですねその担当の取材をしている人間なんですが彼曰くいやそのまあ彼,が会ったのは彼らと会ったのは2000年代半ばぐらいだったらしいですけども。 極めてなんて言うんですかねそのナショナリスティックで極めてこのプーチンに対して批判的でえしかもこのなんですかねその冒険主義者でえまあなんですかね目立つことが大好きだとそういう感じのお人間だったらしいんですよね。クレムリン ロシア大統領府はですねやはりこういう人間をこういういですかね自らの特殊作戦に使うっていうことはですね危険すぎてやりませんよね、普通常識的に考えてこういう,何て言うんてうですかね目立ちたがり屋でその極めてこの思想的にもですね思想的にも偏っているような人たちをですね自らの特殊なそのオペレーションにですね使うってうことはまず、 あり得ないでむしろ、むしろここで問題なのは先ほど申し上げたとおりこの歴史問題歴史カードをですね歴史カードをプーチンがですねクリミアで切ってしまったことでむしろ彼らがですねその,そのお言ってしまえば彼らの存在このロシアのナショナリストのですね存在に火をつけてそれがウクライナ東部にはですね要すね要るに電波をし えー、彼らがむしろプーチンにですねそのウクライナのこの東部のですね編入も要するに求めていくという今構図があるんだろうと思うんですよね。それが私の実はこの状況の理解で,そ,のでそういう状況の中で 実は、その、結構、彼ら、こういう人たち、ロシアではですね、やっぱり、こういう人たちに。資金援助をしたりとかですね、っていう、する人は、結構、いるらしいんですよ。どうやら。やっぱこういう、なん,てうんですかね、このナショナリストの人たちの、えのですね、要するに、支持層というのは、実は、結構、今。 こういうなんていうんですかねそのまあ言ってみたら特にスト,レルストレルツコフなんていうのは言ってみたらこのナショナリストの人たちの言ってみたらなんですかねもうイコンのようなですねあの状況になりつつあるということであの一歩間違えたら一歩間違えたらそのクレムリンのですね政治的な そのライバルにまで,ですね成長しかねないぐらいの今、かなりその一部、特にウクライナーのナショナリストの人たちの間では相当なこの今あの支持が集まっているというふうに私の友人は言っていました。とすると、実は今の危機の構造というのはこういうことなんだと思うんですよね。つまり ユーロマイダン危機で先ほど申し上げた右派セクターを含めたですねそのウクライナの人たちのナショナリズムつまりロシアからの,からの独立というかですねこれは主にそのウクライナの西部のもともとポーランドのですね領土だったガルシア地方というのがあるわけですけども。 その地域がやはり実はウクライナナショナリズムの源泉と言われています。で例えばそのもともとですねこれち,ちょっと戻るとですねウクライナ暫定政権とウクライナナショナリズムって話があるんですがやはりこの今のですね現政権には例えばスバボーダっていう政党であるとかあるいはウファセクターなどのですねそのナショナリストの人たちが、まあ、ウファセクターは政権入りはしてませんが。 今の軍事オペレーションに相当参加をし時には政府の言うことを聞かずに暴れ回っているというような存在でありあるいは今のですねウクライナのナショナルセキュリティドディフェンスカウンセルこれはまあ政府のオフィシャルなポストですけどもその 今の事務局長はもともとスバボーダーの共同の設立者であると今実はスバボーダーは抜けてあの今の現首相のです、ね、ヤツネクの,です、ね、あのファザーランドっていうです、ねまあ、与党最大与党のに加盟しているようですけども、まあ、そういう人間が実は あの今のウクライナ暫定政権に入って、彼らがある種ナショナウクライナナショナリズムの源泉、象徴となって、今のウクライナ東部へのです、ね、軍事オペレーションを推進をしていると、で逆に今度はですねそれに対して、えー、ウクライナ東部も、言ってみたら、このクリミアの、えー、危機で、言ってみたらなんですかね、なんていうんですか。その マイダン危機がウク,ライナウクライナナショナリズムのパンドラの箱を開けてしまったのだとしたらもしかしたらクリミア危機でプーチンが歴史カードを切ってしまったことがロシアの歴史ロシ,アのロシアナショナリズムのパンドラの箱を開きかけてしまった。 まだ完全に開いているかどうかわからないですけども、かなりまあ開きかけてるんじゃないかというのが、今の状況であろうと、私は見ていますで、そうするとですね、じゃあ、この行き着く先はなんなのかというと、このウクライナナショナリズムとロシアナショナリズムの衝突になるわけですよね。でそうすると、そうすると何が待ってるかというと、それはもう、ウクライナが分裂をすると、まさにこの融合。 かつてのです、ね、ユーゴスラビアのような状況になるという危険性さえ実はあるんだろうとですから今です、ね、まさにもうもしかしたらもう手遅れかもしれないですけどもできるだけ早くこの状況というのを打開をしてです、ね、その対話の方向に向かっていかなければかなり実は今のウクライナの状況というのは危険な状況にあるんだろうと。 いうふうふに私は考えていますでじゃあ、その対、じゃあ、例えばですね、今回、まあ、ヤヌコビッチなくて、ごめんなさい、プロシェンコがですねその大統領になる、8日になるわけですけれどもで、彼が最初にやるべきことは何なのかと、まずやるべきことは何なのかというので、ですね実はアメリカのですねロシア専門家、これ、若手のロシア専門家でですね、その、 おーまあ、有能なです、ね、サミル・シャラップという研究員、あの学者がいるんですが、彼がです、ね、6月6日付のニューヨーク・タイムズのです、ね、オペレード記事で,です、ね、まず何を何、要するにウクライナ新政権と西側のパートナーが集中すべき3つの優先課題ってのを彼は書いてるんですね。で、注目すべきは、注目すべきはですね、 一番最初に彼が書いているのが、要するに対テロ作戦の停止と、ウクライナ東部の分離主義者との対話による事態解決の心まずこれをやれと言っているわけです。逆に言うと、つまりこのアメリカのです、ね、サミル・シャラプのような、あのロシア専門家から見ると、明らかにロシア側は今、このウクライナ東部の事態の 要するに緊張緩和の方向に明確に舵を切っているし、その意思は明確にあると、ただしと、ただしそれがその、残念ながらウクライナ暫定政権並びに、ウクライナ暫定政権に極めて強い影響力を持つ、今のアメリカのオバマ政権に、全くそのシグナルが伝わっていないと。 いううこととをを彼はあの理解をしてるんだと思うですから本来もしですねその逆であれば例えばロシア側がウクライナ東部の人たちに影響力を与えて彼らに武装解除をさせるべきだっていうふうに普通言うわけですねでそれが今のウクライナの暫定政権の人たちな並びに今のオバマ政権の人たちの主張なわけですところが実は私この間そのワシントンに行ってきたんですけどもワシントンのロシア専門家 あの話、何人か聞いてきたんですけど、やっぱりほとんどの人たちが、今のオバマ政権のこの対ウクライナ、ロシア政策にほとんどの人たちが批判的ですね、なぜかというと、彼ら曰く、今のオバマ政権の中で、このウクライナ政策、あるいはロシア政策をやってる人たちの中に、ロシアを分かってる人間はいないんだと。 ロシ要はロシア専門家、ロシアを全く分かってない人間が今のウクライナ政策、あるいはロシア政策をやっているんだと、だからそのロ、ロシア側のです、ね、シグナルなんて読み,読み取りようがないっていうことなわけですよねで。だからそういう意味では、そのこのシャーミュシャープのようなです、ね、極めて有能なロシア専門家を含めてです、ね、今のオバマ政権のこのウクライナ政策、あるいはロシア政策に極めて、その、 フラストレーションを持って実は見ていてこのままいくと本当に本当に大変なことになるよというふうに彼らは思ってるんですよねでまああとはもうその先ほどの、えー、ジュネーブ合意に言ったような包括的な政府の形成であるとか文献に向けた憲法改正であるとかですねいうことですよねで問題最大の問題はポロシェンコがですねこれをできるのかと できるのかと、やるのかというところで、まあ、ポロシェンコのです、ね、大統領選後の動きをです、ね、見ていると、実は彼はです、ね、その彼のバックグラウンドを見ると、まあ、そのまあチョコレートのです、ね、会社で大成功を収め、しかもロシア側にも工場を持つと、でロシアにもビジネスのインタラクショを持つと。でなおかつ実は彼は もともと彼の政治キャリアの出発点は実はクチュマ政権というです、ね、この必ずしも親欧米派というよりはどちらかというとロシアとの関係を大事にする政権のときに彼、実は政治のキャリアをスタートしただし2004年のオレンジ革命のときはユーシェンコにつき外相を含めた閣僚を経験し ところがその後のヤヌコビッチ政権になると実はヤヌコビッチ政権下でも経済発展貿易層をやるというですね、言ってみたら極めて柔軟な人間なわけですよね。でそういう意味で,その彼,はですね彼ならば実はロシアとのですね対話を,ですねそのを進めていくんじゃないかという期待が実はロシア側にもあったわけですよね。 その,ためにそのために最初にやるべきことは何なんだっていうとそれは先ほどあのサミル・シャラップのオープエドにあるようにまずは要するにウクライナ暫定政権によるあれも今は、まあ、その新政権にもまもなくなるわけですが、えー、ウクライナ東部での軍事オペレーションをやめるということなわけですよね。ところがです、ね、残念ながら今のポロシェンコ大統領の 政治基盤というのは、大統領選を勝ったけども、彼はですね議会に実はあの明確な政治基盤を持ってないんですね。で、一応、このウダールというですね3番目のですねその議席数で言えば3番目のお党とはですね、まあ、要するに。えー 提携合意連、連携合意をしてはいるわけですけれども、それでも、ですねやはり今の最大与党であるとこのファザーランド含めて、ですねあるいはスバボーダー含めて、ですねこの辺とですね、そのとの関係というのは、今すぐはおそらく壊せないんじゃないかという見方があって。 まあもしかしたら多少のです、ね、入れ替えはあるかもしれないですけども特に今の主流派のヤツネク首相暫定首相のです、ね、政党はおそらく切れないだろうというふうに言われていますで問題はですねそのじゃあヤツネク首相の政党を含めたです、ね、この暫定政権があとはどう考えるかっていうことなんですよねで そう考えるとです、ね、そう考えると実はこのヤツニク首相を含めたです、ね、このファザーランドにはです、ね、一番実は強い影響力を持っているのはオバマ政権なんですよね。なぜならば、彼ら、要するに経済支援、IMF、その世銀含めてです、ね、経済支援のカードを全部切っているのはオバマ政権ですから、オバマ政権のサポートなしに、この政権は成り立たないんですね。ですから、オバマ政権が、 その彼らにプレッシャーを与えさえすればおそらくこの軍事オペレーションは止まるはずです、でそれはプーチンもよく分かっているところが残念ながら残念ながらそのポロシェンコはです、ね、大統領選後改めてウクライナ東部での大統領作戦の継続を宣言をしそれをです、ね、オバマ政権も支持をするという今のが今の状況であります。 でいずれにせよ、ですね今後、ウクライナ政権が軍事作戦の即時停止とウクライナ東部の分離主義者との直接対話に踏み切るか否かというのはもうオバマ政権に移行をしないと私は思っています。で、あとはこのオバマ政権がどうしたいのかと、今のウクライナをですね。で そこで残念ながら先ほどのサミュエル・シャラップを含めたですねその話、つまり私、この間ワシントンに行った時にロシア専門家の人たちと話をした話に戻るわけですけども、その話を聞くと、極めて悲観的にならざれない、つまりロ、要するに今のオバマ政権はロシアを分かっている人たちが今のロシ要するにウクライナ政策をやっていないと。 とということで、しかもですねもう一つその制度的に問題があるのは今ですねアメリカの駐ロシアのアメリカ大使というのは2月までそのマイケル・マッフォールという人がやってたわけですけども実は2月に彼は退任をして以来ずっと空席になっていますでそのこの大使が空席になっているということで2月からずっと空席になっているってことでかなりですね そのロシア政府とアメリカ政府プーチン政権とオバマ政権のコミュニケーションそのものが極めて今取りにくい状況になっているようです。でそういう状況の中でどうやってですねこれお互いがそのお互いをですね相互理解をつくりですねそのウクライナの今の東部の安定化に向けてですね その舵を切っていくかとでお互いがお互いに要するに、かたやそのウクライナの暫定政権の中には要するに極右、要するにナショナリストの人を抱えかたやウクライナの東部の中にもロシアのナショナリストの人たちを抱え彼らを実はこのまま対決させているとですねますますそれはウクライナ も不安定化するし実はロシアもですね今後これプーチン政権のですね大きなその足かせに今後なっていく可能性も十分にあるということでそれもあってですねロシア側としてはプーチンとしては何としてもこれ早くこの事態を安定化させたいと思っているはずです。ですから今度 あのノルマンディーですね、えー、要するに第二次大戦戦勝70周年のです、ね、式典ノルマンディーであるわけですけれどもに行くということで実はプーチン自らがですねオバマとの会談を呼びかけていますでオバマ大統領自身がそれに応じるかどうかは分かりませんただしなんでですね自らプーチンがオバマ大統領と の会談をプーチン自ら呼びかけるかと、それはやはりアメリカが今このウクライナの政権に影響力を与えることでしかですねこの事態の解決の道はないということをプーチンはよくわかっているということなんだと思います。まあそれはどうなるか今後見てみなきゃわかりませんが、とりあえず私の話は以上で。 いはい、どううもありがとうございました、まあ、基本的にあの安室さんはまあ,あ,のあちこちとお話になっているんです、まあ基本的にはその2月21日合意というのがベースにあって、えー、それはまあロシアもコミットしドイツもコミットしていたんだけどもその方向に行かなかった時に、えー、なんですかそのアメリカがまさにその2月21日合意から逸脱した時にも にボタンンををかかかけ違違っったたののリアクションを間違ったのかというそうですねつまりあの時に、えー、つまり欧州とロシアが仲介する形で作った2.21合意を右派セクターが壊してしまったとそのプロセスは明らかに違法なプロセスだったわけですけどもそのプロセスを当時のオバマ政権が何の留保も留、あのー、躊躇もなく 全面的に認めてしまって、今の暫定政権ができたという流れがあったわけですよね。ですから、だからこそ今のオバマ政権、暫定政権に対してオバマ政権は極めて強い影響力があるわけですが、そこが大きな転換点だったということだと思います、はい、それ、その後ですね、えーまあ、先般だからプーチンが中国に行き、それから何年越しのマラソン交渉をやったそのガスの えー、中国に対する供給もまあ一応合意したということで、その中ロの、今回のウクライナ危機に伴う中ロのまあまあ接近しているような動きと、はい、まあそれとまあ日,本のその日本に対するインプリケーション、まあ、当然、皆さんご関あると思うんです、はい。そうですね、そのまあこのウクライナ危機が起こった以降、起こって以降ですね。 その特に欧米の経済制裁が徐々に強まる中で、ロシアとしては、東方シフトをですね経済的な、あるいは政治的な東方シフトを,を加速化させるという予測は、その当時からすでに出ていましたで、実はロシアの政治的、経済的な東方シフトというのは、実はウクライナのこの問題が起きる前から、 実はは始ままっていた流れではあります特に欧州のです、ね、ガスの需要がですね中長期的にはそれほど伸びないという中で予測がある中でやはりアジアでのです、ね、需要の伸びというのを念頭においてその欧州要するに資源のですねマーケットの多角化とダイバーシフィケーションのために やはりこのアジアへのです、ね、東方シフトというのを進めていくということで実は、はですねいのはガスマーケットの東方シフトの一つの大きなターニングポイントは実は2006年3月でこの時にロシアとです、ね、中国が初めてこのガス供給で基本合意をするんですね。で でこの間のプーチン訪中の際の最終合意というのはまさに2006年3月に合意した基本合意がその後巡り巡って最終的に価格も含めて最終合意をしたということだったわけですがその面白いのはです、ね、2006年の3月というのはどういう時期だったかというとその直前2006年の1月に その最初のですねウクライナのですねガス戦争、つまりロシアがですねウクライナを通じて、えー、欧州に対してガスを供給をしていたわけです。当,当初はウクライナがあロシアが欧州に供給するガスの9割を実はウクライナを経由して供給をしていたと。おところが そのガスをですね、まあ、ウクライナがですね、まあ、その供給を受けているにもかかわらず料金が未払いの料金を大きく、未払い金がたまっていたりとか中には、ためにですね未払いのガスをですね抜き取っていたりとかですね、まあ、そういうことがあってそれに対してさすがのロシアも そういう状況に対して、もうお金を払わないならガスは供給しませんよということで、一旦要するにガスの供給を停止、一時したわけですね、ところが、それに対してその、その余波で、欧州諸国にそのガスの供給が一時ストップすると、欧州諸国へのガスの供給が一時ストップするということで、これがいわゆるウクライナガス戦争、最初の2006年のガス戦争っていうわけですが。 その結果、ですねやはり欧州側でもですねやっぱりロシアへのですねガスへの供給、ロシアへの依存というのは危険であるという話が相当出て、ですね欧州とロシアとの関係が一時、非常に緊張するということがその時に実はロシアが初めて中国とのですね契約を結ぶと、2006年3月。ということで、そういう意味でこのロシアと中国のですねガスの供給の交渉というのは、ウクライナで始まり、ウクライナで決着したと。 ういうふうに言うことができるんだと思うんですが、まあ、今回ですね400ビリオンですか4兆円規模のですねその契約が締結をされるという中でまあその他にですねこの今回中国がですね そのウクライナの問題でその特にクリミアの問題で欧米からロ,シアロシアが欧米からです、ね、経済制裁を受ける中で中国だけがです、ね、一貫して中立を保つと経済制裁もしないという形で、まあ、明らかにロシアに対して戦略的な恩を売ったわけですよね。ですから当然のことながらそのプーチンがこの間の中国訪問をしたのに対してロシア中国側は その戦,略的な戦略的に売った恩に対する見返りを当然求めるということで1つはガスの問題が1つ一種としてあってもう1つはこれは日本にも関係がある東シナ海でのですねあの中ロの軍事演習が行われたということですよね東シナ海まあ日本にとってみたらいわゆる尖閣の問題と表裏一体の 地域でありますから極めてセンシティブなところで軍事演習をやったなというふうに思うわけですけどもそれから面白いのはもう一つそのロシア側と中国側が言ったのはですねその時に言ったのは改めてこの先ほどのノルマンディの話じゃないですけども今年は第二次大戦のですね終戦70周年だとでこの要するに第二次大戦の勝利70周年をですね中ロで共同で 祝おうというです、ね、提案を中国側がおそらく中国側がしたんだと思うんですけどそれに対してロシア側も了解をするという形で,で考えてみると中国にとっての第二次大戦の勝利というのはまさにこの日本帝国陸軍に対するです、ね、勝利だったわけですよねところが実はロシアにとってみたらこれはナチスドイツに対するまあ勝利なわけですけどもいずれにせよ 中国側がこのタイミングでその第二次大戦の勝利をロシアと一緒に祝おうといった背景にはまたもや中国側がこの歴史カードというのをですね今日のテーマ1つの裏テーマ歴史カードってことなんだと思うんですけれども歴史カードを切ってロシア側を要するに対日のですねその 中国が仕掛ける対日の,です、ね、このゲームにロシア側を引き込んでいこうというです、ね、仕掛けを明らかにやったんだろうと思うわけです。で、その証拠に、その証拠にです面白いのはです、ね、この間あの6月のあ、5月の23日ですか、サンクトペテルブルグの経済フォーラムで,です、ねあの、世界の 十一社の通信社とプーチン大統領が懇談をするという機会があったわけです。でそこで面白いのはですね、中国のですね、まあ進化社のですね記者がプーチン大統領に対して二つ質問をした。まあ一つはそのこの間のプーチン大統領の中国訪問でいろんなまあ大きなですね経済協力のディールを結びましたねという話どう思いますか。でもう一つ実は言ったのが中国の進化社の記者が言ったのがまさにこの 歴史問題、要するに、えー、第二次大戦70周年のですね、そのこの勝利をですね、共同で祝うということが今後の世界にの流れにどういう影響を与えると思いますかというですね、質問を中国の新華社の記者がプーチンにしたわけです。もちろん中国の 新華社の記者は、それは日本のことを念頭において聞いているのは間違いないわけです。なぜならば、中国にとっての第,70周年第2次大戦70周年というのは、まさしく日本への勝利の問題なわけですで。それに対してプーチンが面白かったのは、その時の回答に対して、一切歴史問題には触れず、ひたすら経済協力の話だけをそこでやると。でさらに その何人かというとでとね、今度はこの共同通信のです、ね、杉田さんが質問をしたされたわけです。で、そこでですねそのもちろん中ロの話も聞くし、日ロ関係どうですか、北方領土問題、今後どう、引き分けってどういう意味ですかっていう質問を、ねまあ、されたのに対して面白いのはプーチン大統領は、そこでもう一度、先ほどの歴史問題をわざわざ そこで出してきて、いや、やはり歴史の問題というのは、やっぱりなその正しい認識を、ね、持つのは大事だけどもと、このことが今後、ね、日露が新しい関係を作っていくことに対して、何ら障害になるものではないっていうんですね、わざわざプーチン大統領が、日本の記者の、日本の代表の質問のときにわざわざその話を出してですね。 要するに中国の記者の人の意図には乗らないよと、あるいはわれわれとしてみたら、そんなつもりは全くないですよというです、ね、明確なメッセージを実は日本に出したということは、これはです、ね、そのロシアとしてみたら、もちろんウクライナの問題で欧米から経済制裁をされ,たとされていると、それに対してもちろん東方シフト。 経済の東方シフトが加速化しているのは事実だし、ただしと、初めからもともとですね、もともとロシアの政治経済の東方シフトというのは、別にウクライナの前から始まってた話であり、その,その中には当然、日本との関係強化って入ってるわけですよね。で、なんでウクライナ、中国との関係の延長線上に日本との関係を強化する。 でロシアの戦略的インセンティブは何か、それは明らかに、ロシアはです、ね、中国に経済、私の戦略観はこうなんです、ね、要するにロシアが中国に経済的に依存する度合いが高まれば高まるほど、実は中国、あロシアにとってのです、ね、日本の戦略的な価値は上がるんだと、なぜならば、やっぱりクレムリンの中にはですね、 ロシ,アロシアが中国に経済的な依存を高めすぎるとです、ね、それは最終的には政治的な依存にまで発展しかねないんだというです、ね、その戦略感がクレムリンの中人たちの中にはあるので、だとすると、今回、中国との関係を強化するというのは、それはいろんな今までの流れの中で必然だったし、それは経済の規模、そガスを買う規模から含めてもです、ね、それ中国との関係を 中国とのです、ね、ガスディールをやるというのは、相場それは、別にウクライナの問題がなくてもやったわけですよね、ただし、そうな,なればなるほど、実は日本との関係も重要で、そこは我々もちゃんとお準備がありますよと、ただし、今その、それは領土問題も含めて準備がありますよというメッセージをあの時明確に出したわけですよね。たただしプーチンがそのの際に突き加えたのは今 この領土交渉は止まっていると、この領土交渉を込めてる止めているのは日本だねと、やる気があるのというメッセージを付け加えて、プーチンはまあそのあの質問を終えたわけですけれども、要するに先ほど申し上げたとおり、ロシアがです、ね、中国に経済的な依存度が高め高まるほど、日本の戦略的な価値は上がる、ただしと、一つ条件、それは日本がロシアとの扉をあの閉じなければということですよね。 そういう意味で、実は日本にとってです、ね、今、非常にそのピンチ、つまり安倍政権がです、ね、プーチンとの間で今まで5回も首脳会談をし、個人的な関係を作り上げてきた、でその中でこのウクライナの問題が起こってしまったということで、ある種、安倍政権ので、しかも要するにアメリカが今、日本の同盟国であるところのアメリカが、ロシアとのです、ね、関係を悪化させてしまっていると、で実はアメリカから、実は日本へのです、ね、プレッシャーというのは、かなり実は今、来ています。 うーんただ、一方でその、ロシアがです、ね、中国との関係をこれ接近せざるを得なくなっているという状況の中で、日本としてみたらです、ね、そのアメリカにとって、この中国、ロシアという関係よりも、日本にとっての中国、ロシアという関係の方が、よりこれ、戦略的にはです、ね、そのシビアな状況があるわけですよね。 そういう意味ではそのアメリカとのもちろん関係は第一に大事ではありますけどももし、この中路のあロシアとのです、ね、関係が中国の立場をアジア太平洋地域で中国の立場を強化するという形につながるという状況がもしあるならばそれは日本としてもロシアとの,その扉を開かずにそれを分散化させるということは 日本の戦略的な利害にも合うし実はアメリカの戦略的な利害にも合うん,であるとある合うんだということをそれはちゃんとアメリカにも説明をし堂々とシロの関係を前進させるということを私はやるべきだと思うししかも、先ほど、まあ、これはパラドックスなんですけどもロシアがクリミアで歴史カードを切ったことで プーチンの支持率は80%っていうですね驚異的な数字に上がったわけですね。で、じゃあ、でポイントは、ですねロシアにとっての歴史カードっていうのは、かなりの部分がこのロシア政教とか、ですねその要するに帝政ロシアの時代の話と密接にリンクしているので、実は極東のですねこの北方領土の話というのは、今、火がついている歴史問題からは、ですね遠い話なんですよね。 そういう意味では、今まさにこウクライナの問題をめぐって、ロシアのナショナリズムに火がついている状況で、プーチンがそれをうまく利用して、支持率を上げている間に、全くそれからノーマーク、ロシアのナショナリストの人たちからノーマークであろう、北方領土問題を片付けてしまうというのは、実は、片付けてしまうには絶好のチャンスだろうと。 も思うわけです。あとはだアメリカとの関係をどうマネージしていくのかということを含めて日本の今後の外交力、これはまあその n s c もできたことですし、外交力が問われていくところだろうというふうに思います。はい、どうもありがとうございました。えー、それでは、えー、フローからのご質問を受けたいと思います。はい、どうぞ。次回の原田と申します。どうもありがとうございました。まあウクライナ東部の問題が ウクライナ問題がまあ日本の外交に非常に関わっているのが非常によく分かりましたあのウクライナ東部の話もよく分かりましたありがとうございましたそれでまあ今あの先生がおっしゃったことでもう一つお聞きしたいのは、はい、あのなんかいろいろ読んでおりますとクリミアを結局ロシアが取ったことでですね いやむしろ今、先生もおっしゃった歴史問題でロシア国民の8割の支持を得ているというようなプーチンさんは非常にこうパワフルになったわけですけど逆に言えば北方領土では交渉しやすくなった先生おっしゃる通りの話がこう出ておりますよね。それでその私が知りたいのはあの 対中国とかいうことで日本をまあ一つのバッファーとしてロシアを持ちたいというのはあると思うんですがしかし結局、その北方領土問題でまあ三島返還とかいう話が出ておりますけれどもそうする場合にロシアっいうのは日本にど何が本当は欲しいのかそのあの今、1割ぐらいなんか日本の天然ガスはロシアから来ているらしいですけれどもちゃんとパ,ンパイプラインをあの敷いて投資してほしいのか。 あそれともあの、なんかもっとあの単に平和条約というだけじゃなくてもっとですね、まあ、ガスの値段を本当は長期契約でちょっと高めに買ってほしいのかあ,のあるいはシベリア開発といっても具体的にどういう割合なのかなんかあの先生がご存じのことをちょっと教えていただいたらそれはあれですよねそのロシアとしてみたら要するに全方位的に関係を強化していきたいというただそれ一つこれが これだということはおそらくないんだと思うんですけども、それはシベリアの開発にですね、7の形でその日本が関わってくれるということであれば、それは大変、ロシアにとっては戦略的なプラスではありますし、要するに今後、中国がシベリア極東開発に関わってお金を出していくという状況が出てくるのであれば、それは日本も、 何らかの形でそこに関与をすることでロシアの中国への依存度を下げてあげるということはロシアは当然ウェルカムでしょう。でエネルギーに関して言うとご承知のように日露はですね今そのロシアの中では今3つの新規の LNG プロジェクトと1つの 既存のプロジェクトの拡張の計画があります。で、一つは前から出ているウラジオストックのエネルギープロジェクト。もう一つはこれはあのロスネフチー。これでこのウラジオのプロジェクトはガスプロムが主導をしていると。でもう一つはロスネフチーというですね、ロシアの国営の石油会社がですね、これはイーゴールセチンというですね、プーチンと極めて近いというパワフルな人が今社長を務めている人。 会社ですけれどもここがエクソンモービルと組んで、えー、極東 LNG プロジェクト、これは具体的にはサハリンのイリンスキーというです、ね、ところに LNG プ,プラントを建てようというプロジェクトが一つあると、もう一つは、えー、これは北極海のです、ね、ヤマル半島に、えー、これはノバテックという侵攻、ね、の、まあ、ただ、侵攻であるけれどもプーチンと極めて近いといわれる ティムチェンコというですね人がまあ共同所有者であるノバテックという会社が主導するエレンジプロジェクトがあります。そしてもう一つこれ今日本のロシアから入っている十パーセントのガスはすべてサハリンツーのガス電から。 来ているガスがサハリンエナジーというです、ね、ガスプロム、シェル、三菱、三井というこのコンソーシアムでサハリンエナジーという会社があるわけですここが今、サハリンの南東で,です、ね、やっているエネルギープラントで液化したものが日本に来ているそれが今、日本の10%すべてサハリン2から来ているわけですねで、このサハリン2のプロジェクトをもう少しエクスパンションエクスパンドして拡大して要するに日本への供給量を増やそうと。 プロジェクト実は 3, つプ 3, 3プラス1、3プラス1って考えたりと思うんですけどもで、これ一つ一つ見ていくと、精査していくと、まず、ウラジオのプロジェクトに関しては、実はガス電がです、ね、今、念頭に置かれているのは、チャヤンダというです、ねまあ、中国、左派共和国っていうです、ね、ところにあるガス電が今、候補に上がっていて、これ、ここは実は中国が、 あロシアから買うガス電なんですがやはりここからのです、ね、ガスの供給がやっぱりパイプラインを引かなきゃいけないってこともあって最終的にそのい,くいくらになるのかってのは実はまだ見えなくて、えー、そのどうなのかなというのが一つそれから、えーえー、山路半島のですねそのプロジェクト北極海のプロジェクトに関してはこれはトランスポーテーション の問題じゃあ輸送の問題やっぱり北極海ですから輸送の問題があるのとじゃああそこ局地つまり寒,寒冷地どころか要するに本当に局地なわけですよね。なので実はそのコンストラクションが相当難しいんじゃないかというですねその説があってで相当遅れるんじゃないかというリスク遅れるリスク遅延リスクっていうのは実は言われてて。 そういう意味で実は日本の電力会社を含めてユーティリティはやはり遅延リスクのあるプロジェクトにはなかなか乗れないということで実はこのヤマルのプロジェクトに日本の企業は興味を今のところ示していませんそうしたあと2つ1つは先ほどのロスネフチの新規の n g プロジェクトもう1つはえ サハリンンンのエクスパンションですが、実はこれ、一長一短があって、えー、ロスネフチーのものに関しては、実はロスネフチーの新規のプロジェクトなので、サハリンというのは北にガス田があるんですね、北にガス田があるので、南に持ってくるには、新規にパイプラインを引かなきゃいけないと、そうすると新規にパイプラインを引くとかなりコストが上乗せされちゃうということで、今、ロスネフチーが言ってるのは、サハリン2のパイプラインを使わせてくれというふうにロシア政府に言ってるわけですが、 当然のことながらガスプロンはノーってわけですライバルですか。で、実は逆にガスプロンシェルが今何を考えているかというと、エクスパンションなんですけど、これもやっぱり問題があって、実はエクスパンションするにもです、ね、もうサハリン2は余剰のガスがないんですね、つまりもう長期で契約をが決まっちゃってるので、それ以上の余剰のガスがないということで、実は今彼が考えているのは、 実はサハリーマンのガス使えなないかなと思っているんです、ね、そ,うそうするとただしこれは先ほど申し上げたとおりシェルとパートナーを組んでいるはずのロスネフチーがですねそれをガスを当てにしているということで実はこれ両者両睨みで全然進まないというのが今の状況なわけです。で最終的にこの状況を 打開するのはです、ねまあ、ど,っちかどっちかに決めるという形になると、それはもうプーチン大統領がこれに介入する以外にないわけですね、でただ今のところ、プーチン大統領はそのタイミングじゃないと思っているのか、それを介入する気配は見せていませんが、もしプーチン大統領のが調整に入るというタイミングがあるとしたら、それは日本が明確に意思表示をおそらくしたときだろうというふうに考えるわけです。 でそのときにもし、そのパイプライン、LNG のプロジェクトだけではなくてです、ね、パイプラインも、ここ大事なのは、必ずコスト、要するに、を含めて、ちゃんとフィージブルであるというです、ね、その証明ができるということを前提にして、えー、提案をするというのは、 プーチン大統領に直接ですね直接提案するということであれば私は可能性はゼロではないんだろうとただしご承知のとおり現時点ではロシア側も完全にもう LNG で要するに,に要するにかを切ってるのでそこをその変えていくっていうのには相当のそれ準備とその政治的なですねその手腕 がその必要であろうということなので大事なのはあの直接安倍総理なのか首脳会談でプーチンにぶつけるということとそのプロジェクトがちゃんとフィージブであるということこの2つだと思います。でパイプラインに関して言うと今2つ説があってその最近その与党のですね その自民党の与党の議員の人たちがパイプライン推進議連というのを立ち上げてその提案というのがその出ているようですけれどもそれをよく読むとどうやらこのプロジェクトは陸上パイプラインつまり要するにサハリンから北海道の苫小牧なのか稚内か稚内たりに落してあとずっとこう。 下ろしてあとずっとこの様子に太平洋側のです、ね、被災地をこうずっと来て、えー、茨城まで持ってくるというプロジェクトなんですね。で実は2000年代にですね2000年代初頭に実は日本でもですねパイプラインのプロジェクトっていうのは一回幻のプロジェクトっていうのがあってこれはエクソンモービルなんかが推進したプロジェクトでこのエクソンモービルの実はプロジェクトは実はそれとは違って。 このサハリンからですね北海道の一番この細いところですよね細い苫小牧とかあの,辺の細いところを通ってあとは全部海底で首都圏まで持ってくるっていうパイプラインのプロジェクトがあって、えー、実は海底パイプラインの方がコストも工期も確実だというふうな見方もあって、えー、その辺今後 どうなるのかというのが、多分、うん、これ、政治問題とも関わってくる問題なので、あの一つのポイントなんじゃないかなと思います、以上です、はいはいえー、ともう一問質問を受けたいとはいますが、個人会議の高山ですが、えーとその、ロシア東部のね、はい、東部とそのロシアの内部の、 そのいわゆる FSB ですか、えー、元 KGB との関係なんかは大変分かったんだけどもだとすればそのウ,カウクライナの右派セクターですね右派セクターの本当の,その拠点というのはどこにあるのかそれはあの西三州のハプスブルグ帝国、ね、の地下にあった地域なのかそれともキエフも含めてどこがその 進言なのかってことですねそれからもう一つは、一体じゃあ彼らは何を狙ってね、どんなそのウクライナってのを描いてるのか、とということをその右派セクターっていうのは、実はですね、複数の,その民兵集団があの連合してできたその集団なんですけれども、そのここですね。 そのファセクターにしても、ですねこのスバボーダというですねその組織にしても、ですね実はウクライナのナショナリズムの発祥、発信源は、このウクライナ西部のですね特にガリシア地方と言われる地域ですね、でそこが実はウクライナの,そのナショナリズムの発要するに震源地で、それは、 その彼らがです、ね、特にスバボーダーが、ある時期まで,です、ね、盛んにその掲げていたアジェンダが、バンデラ主義っていうのがあって、そのバンデラ主義っていうのは、その実は第二次大戦時にです、ね、第二次大戦時に、オ、えーガナイゼーション・ノブ・ウクライナ・ナショナリスト、まさにナショナリストのオーガナイゼーションですね。で彼らはいやウクライナととしてです、ね、何とか 独立をしたいとでウクライナという国はポーランドに占領され、ロシアに占領されっていうですね、要するに、しかもポーランド、ロシアのお、まあ、彼らのパーセプションからと、ロシアに占領され、ウクライナに占領されあ、ごめんなさい、ポーランドに占領され、ウクライナに占領され、なおかつそこにいるユダヤ人の人たちに搾取されというですね、要するにパーセプションを持って,てなんとかこ,れここから要するに独立を果たすんだと。 というのがウクライナナショナリストの人たちの要するに悲願なわけですよね。で、そ,その要するに発祥の地というか、震源地がこのガリシア地方で、まさにこのバンデラの、バンデラ主義の,です、ね、この,あのステファン・バンデラのですねも、まさにここが発祥の地なんですね。で、彼らはですね、第一大戦時ですね、だからドイツが当時ですね、攻めてきた。で、やっぱ彼らはですね、ドイツをですね、自分たちの解放軍 となたんですねナチドイツ要するにポーランド並びにロシアから解放してくれる解放軍であるということで、えー、ナチスドイツに協力して、ソ連からウクライナ独立を目指す、ウクライナ独立を目指したんですね、で1943年にはです、ね、ポーランド人とユダヤ人に対して大規模な民族住家、これ、数千人、数万人規模な規模の、要するにポグロムをです、ね、おやると。 いうことまであってただしそのまさにこれがですねこれが今のウクライナのですねその民族主義ナショナリズムの一つの象徴になっていてそのしかもですねこれはその特に米ソ冷戦後の歴史を振り返るとそういう,う当初ナチドイツに協力した 要するにウクライナのナショナリストの人たちをですねソレあの第2次大戦が終わって米ソ冷戦が始まったと同時に当時のアメリカ、イギリスなどのですね国々は彼らをですねむしろ要するにナ,チスナチスの協力者として要するに逮捕するのではなくてですねむしろ積極的に海外に移民をさせて、えー、彼らをむしろ逆にソ連 に対するです、ね、フリーダムファイターとしてです、ね、あの活用するということをやってきた歴史的な経緯があります。で、そのつまり先ほど申し上げたウファセクターの動きをアメリカが止めないというところとですね、そこの要するに歴史的な経緯が どうつながっているのかということは分かりませんが、明らかに掃除的なそのものを読み取ることは可能です、ただし、それが何かつながっているとかっていうことを私は言ってるわけではないですが、その歴史的な過去の経緯を見ると、掃除的なものはありますねという話であります、はいはいえー、それでは予定の時間をおわりオーバーしておりますので、えー、今日のはどうさありがとうございました。 えー、最後に、えー、記者クラブの方から記念品を送りたいと思います。ますえー、ちなみにあの今日あのここの前に安倍さんが書いた色紙のお題ですけども、えープーチンも、プーチンも悩んでいるというのを一言がありましたけど。 えっとあのもう私なんかあのプーチンはもともとカーゲー米のオフィサーだからスパイを生業としていた人だから言ってることとやってることが全然違うのがあ何の、えー、ためらいもないんじゃないかと思うんですけども、えー、今日は一応そのプーチンの発言をフォローする形で、まあ、いろんなボタンの掛け違い、えー、2月21日号以降のまあ流れというのをまあ整理できたと思います。えー、どううもありがとうございました